皆さんこんにちは、 DIY チャレンジのタカです。今日はですね、私の愛車、トヨタボクシーですね、70型ボクシーの、実際にですね、4ナンバー化、トランスポーター化しての、メリットに感じる部分ですね、それからデメリットに感じる部分、この2つにですね、ついて、私がですね、実際に所有してみて率直に思うところをですね、お話していきたいなと思います。まずですね、そのオフロードバイク2台を積載できて、なおかつ初期購入費用が安価で乗り心地が、確保できて、さらに、購入後のですね、維持費も安いものがいいなということでですね、探していたんですけれども、最初にですね、まず新車販売価格、新車販売当時ですね、当時から4ナンバーのハイエース、これをですね、定番ということで検討していたんですけれども、トランポのですね、定番大人気車両っていうこともあってですね、中古車の流通価格がですね、他の車種と比べて割高なことに加えてですね、最大積載量が1トン以上という、スペックがですね、高いことによる、消耗品であるですね、タイヤですね、こちらの、ロードインデックスのスペックが求められることになるとかですね、そういったことをですね、考慮するとですね、耐久性に優れ、リセールバリューは申し分ないんですけれども、コストをね、度外すれば、車両としてのね、品質は高く、所有力を満たしてくれる最高のトランプであることはね、ハイエースは間違いないんですけれども、当初のね、目的であった、コストパフォーマンスに優れるトランプとしてはですね、ちょっと脱線してしまう車両っていうのも ありましてですね、いろいろ考えた結果ですね、新車販売時点においては4ナンバーの設定が存在しない、5ナンバーのボクシーの2列目3列目、5ナンバーのといってもこれボクシーは3ナンバーもありますけれども、私は5ナンバーにこだわってですね探していたんですね。というのは3ナンバーをですね、貨物にすると1ナンバーになってしまいますので、コスト的に上がってしまいます。ですので、私はですね、5ナンバーっていうのが良かったんですね。なんで5ナンバーかっていうと、後々いろいろ述べさせていただきますけれども、とにかく4ナンバーの存在がしない5ナンバーの、ボクシーの2列目、3列目のシート及びシートベルトを取り外してすることによって、2名乗車登録をし直してですね、小型貨物登録の、4ナンバーに、構造変更をしてですね、で自分が求めている、トランスポーターの、条件が満たされるんじゃないかなっていうふうに思ってですね、悩んだ結果ですね、これだと思ったので、所有することに至りました。でですね、フルサイズのオフロードバイクを運搬するために、購入したボクシーがですね、私の愛車になって、現在においてはですね、3ヶ月弱、正確にはですね、まだ3ヶ月が経過していないんですけれども、5300キロ以上を走行しておりまして、1ヶ月の走行距離の平均では、1700キロ以上ということになります。購入当初はですね、21万4400キロだったんですけれども、今ではですね、21万9700キロオーバーと、もうすぐ22万キロという大台に到達する勢いですけれども、走行距離からは想像できないほどですね、内外装とも状態も良くてですね、エンジン、ミッション、エアコン等の期間も絶好調でございます。距離が伸びていてもですね、さすがは日本車、トヨタ車の、車といった感じでですね、購入後の満足感が高い状態で現在にも至っております。他にもですね、軽トラや、軽自動車のライフとか普通車のクラウンとか、その他ですね、まだ公開してない趣味の車を、趣味でね、所有しておりますけれども、まんべんなく乗り比べて楽しんでいこうかなと思うという思いでですね、いずれもですね、登録してナンバーもついてるんですけれども、最近ではですね、お気に入りの2台に絞って、もう少し長くですね、好きな車と過ごすのがいいのかなっていう考えに、変わってきました。この先もまた変わるかもしれないんですけれども、現時点ではですね、日常的に人を乗せる、快適でですね、コスパが高い乗り物として、2500cc のクラスでですね、静粛性に優れた、セダン、そして、主に週末の趣味でバイク2台を積載して、友達と一緒にですね、趣味で活躍してくれるトランスポーターといった全く異なる性格の2台を所有することで、快適なカーライフをですね、楽しめるのんじゃないかなっていうような感じを妄想しております。世の中にはですね、魅力的な車がたくさんあって、またいろんな考えが変わるかもしれませんけれども、現段階においてはですね、そんな妄想を楽しみながら大好きな車と過ごす時間を楽しんでおります。さてですね、今日はですね、
私が実際に愛車として3ヶ月間、まあ、3ヶ月経ってない、まあ、3ヶ月弱ですね、所有して5000キロ以上を走行して感じたボクシーという車に対してですね、まあ、ノアも一緒なんですけれども、主にですね、フルサイズのオフロードバイクを積載する目的で購入したモーターサイクル用トランスポーターとしてですね、感じている印象についてお伝えしたいと思います。まずですね、ざっとした70型ボクシーの印象なんですけれども、フルサイズのオフロードバイク2台に2人が、まあ、大人2人ですね、が、宿泊できる簡易テントやラダーですね、それから20リットルの蛍光管2つ、さらに、宿泊の荷物やヘルメット、もうこれも2つ、荷物などを、積んでですね、工夫すれば真ん中にももう1人いられそうな余裕があります。そして、本来は乗用車である5ナンバーを4ナンバーの貨物化したことにですね、した、まあ、車両になりますのでですね、乗り心地を犠牲にしていないということと、年間の自動車税が、まあ、軽自動車並みのですね、8000円という点に大きな魅力を感じております。まあ、もちろんですね、購入価格の安さも素晴らしい魅力としてはお伝えしなければならない重要なポイントだと思います。まあ、そんなボクシーなんですけれども、実際に所有してですね、メリットいっぱいのお車ではありますが、バイクを積んでですね、キャンプを楽しんでみて気づいた点などですね、私なりに詳しくお伝えできればなと思って、これからお話をさせていただきたいなと思います。まあ、それではですね、まず私の愛車70型ボクシーのメリットについて、最初に魅力に感じている部分からお話をさせていただきたいと思います。ざっとですね、6つございます。まずですね、最初の魅力、最初の一つ目はなんですけれども、フルサイズのオフロードバイクを2台余裕で飲み込んでくれる懐の深い快適な荷物空間のおかげでですね、オフロードに限らずサーキット走行などを楽しむ場合のオンロードのリッターバイクの積載や、四輪カートや自転車なら4台積みも余裕で、いずれも運転席と助手席の快適空間を犠牲することなく、お気に入りの目的地までの移動を楽しむことができて、目的地に到着した後はですね、思う存分に大好きな趣味をですね、楽しむことができるというのが一つ目の大きな魅力と感じております。まあ、次にですね、二つ目のメリットであり、魅力に感じている部分なんですけれども、トランスポート、ポーターなので、まあ当たり前と言ったら当たり前なんですけれども、バイクをですね、自走で運転して帰ることを全く気にしなくていいので、まあ最悪ですね、バイクが動かなくなったとしても、まあなんとかなるという気軽さが大きな魅力に感じております。まあ、特にですね、私が趣味で楽しんでいるオフロードバイクは積極的にですね、悪路を走行しますので、パンクのリスクや転倒に伴う自走負荷に陥るリスクが大きいと言えます。まあ、普通にですね、塗装された、快適な道のりをツーリングするんだったらですね、気にしなくてもいいかもしれませんけれども、未舗装路の未整備のですね、道路を走行する場合はですね、地面に何が落ちているかわかりませんよね。そして、積極的にですね、倒木や岩を探しては乗り越えたりすることを楽しんでいると、まあ、いつ転倒してもおかしくない状況で、バイクでですね、自走して帰らなければならない環境だと、人それぞれですね、性格にもよると思いますけれども、少なくとも私の場合はですね、帰りのことが気になって、まあ、思いっきりですね、遊びを楽しむことができないというのもありまして、まあ、ありますけれども、まあ、ボクシーのですね、トランスポーターがあればですね、どんな詳しい、どんな険しいですね、まあ、林道とかですね、イベントにおいても帰りのことは気にしないで思う存分に楽しむことができるというのが2つ目の素晴らしい魅力に感じているところでございます。次にですね、3つ目の魅力なんですけれども、ほぼ例外なく皆さんが気になる、まあ、コスト面がね、素晴らしいということですね。定番のトランスポーターといえばですね、ハイエースですけれども、車の素晴らしさは言葉を失うくらいの最高の1台ではありますけれども、初期の購入コストですね、まあ、新車の購入コスト、中古車の購入コスト、まあ、車を買った時の初期コストとですね、購入後の維持費っていう面で、まあ、この2つの目に、2つの点にですね、目を向けると、遊びの目的がですね、1台100キロ弱のバイクをですね、2台積んで移動する程度ですので、まあ、それを満たす性能としてはですね、ハイエースの最大積載量1トン以上というのは私にはですね、オーバースペックであり、人が乗って楽しむことが主たる目的の車であればですね、装備やその高いスペックを求めがちなんですけれども、主たる目的はそこではないので、できる限りお金をかけない方向でバイクを輸送するトランスポーターを検討しました。まあ、維持の面ではですね、維持費の面では、コストの面ではですね、自動車、まあ、の中でもその軽自動車には及ばないものの、荷室の広さ、
それから移動中の努力性能や快適性などを、考えたときに、まあ、大人2人とさらにフルサイズのバイクが2台、まあ、それに伴う、荷物や、資材等を含めた運搬を考慮した場合にですね、軽自動車でも条件を満たせる車も複数あるとは思いますけれども、ダイヤは小を兼ねるという安易な発想から、中古車としての、流通する車両家具がね、魅力的な70ボクシーに至りました。まあノアでも良かったんですけれども、たまたま、70のボクシーということになっております。まあ具体的にはですね、維持費等については過去の動画でも公開しておりますけれども、詳細は、控えますが、税金や保険、それから燃費などの、もろもろを考えてもですね、非常に満足度の高い1台を選択できたなと実感しております。まあ、車検をですね、自分自身、つまりユーザー車検で通せばですね、自賠責保険と重量税などを含めて3万ちょっとで通せることやですね、年間の自動車税が8000円ということを考慮すればですね、学業とアルバイトを両立しているその大学生とか専門学校生でも頑張れば維持できると思いますし、私たち成人したですね、社会人であればですね、まずコストを悩んで維持できない金額ではないと考えております。私の場合はですね、手厚い保障の、任意保険にも加入しておりますが、もともとですね、年齢問わず不特定多数が乗り、お仕事で疲れることを想定したですね、ハイエース等のお仕事を想定した貨物車ではなくてですね、ファミリー層をターゲットした乗用車ですので、5ナンバーを4ナンバーに変更してもですね、任意保険の、料金はですね、ほとんど変化がなかったんですよね。厳密に比較してもですね、私の場合はなんですが、数千程度高額になったくらいでした。まあ、任意保険の金額についてもですね、事故が起きるリスクの高い車ほど高額になる傾向が強いと言えますので、もともとファミリー層を想定した車なので、事故件数が少なく、保険金額が安いのも魅力と感じております。まあ、余談ですけれども、同じボクシーやノアでも、型式に、形式ですね、に、W がつく3ナンバータイプは若者による事故が多く、保険金額が、もともと5ナンバーの、形式の末尾に G がつくタイプよりも、高いんじゃないかなっていうふうに想像しております。まあ、そこら辺はですね、想像の範囲の独り言になりますので、詳しい方からのコメントにて、まあ、ご指摘、ご教授いただければ幸いでございます。まあ、次はですね、4つ目のメリットであり、魅力に感じている部分ですが、それはですね、ズバリ、荷室空間を含めた快適な室内空間ですね。軽自動車をトランスポーターにした場合は、お世辞にも十分とは言えない室内空間ですから、若干の我慢が必要になるかと想像しておりますけれども、私の愛車ボクシートランスポーターであればですね、我慢しなくても現地でバイクを下ろせばですね、快適な車中泊がですね、できますし、荷台積みで私のですね、荷台積みでも、私の愛車、ボクシートランスポーターであればですね、我慢しなくても、現地でね、バイクを下ろして車中泊ができるっていうのと、あとはですね、真ん中にですね、ハンモックとかを垂らせばですね、大人一人が就寝できるスペースが、生まれるということですね。まあ、基本的にですね、大人二人、そしてバイク二人を、バイク二人じゃなくてバイク二台を想定したお話ではありますけれども、もし仮にですね、バイクを一台しか積まないのであれば、バイクを積んだままの車中泊に加えて、室内で簡単な料理も楽しめるくらいの空間はございます。バイクを積まない場合はですね、広大な、まあ、室内空間が生まれますので、もうお好きにどうぞっていうくらいのですね、スペースを自由に楽しめるではないかと感じております。まあ、バイクに乗られるね、方はですね、ご不要な情報かと思いますけれども、ご参考までにですね、荷室に積んでるオフロードバイクの全長は2メートル20センチともうちょっとあるかなっていう感じですね。まあ、これを2台積んで運転席と助手席の足元には十分なスペースを確保し、まあ、背もたれのリクライニングもですね、快適な角度が保てるのっていうのが、4つ目の魅力に感じている部分となります。まあ、次にですね、5つ目のメリットであり、魅力に感じている部分ですけれども、これはですね、もともと5ナンバーの乗用車を4ナンバーにするという、まあ、行為をですね、自分自身で、まあ、DIY、まあ、チャレンジした方など、まあ、自らですね、DIY で、自分の車をメンテするきっかけを得た方、まあ、限定の話になると思いますけれども、まあ、簡単ではあるものの、自ら手を施すことでコストを抑えるだけでなく、当たり前ですが自分の車の構造に詳しくなるきっかけを得ることができますので、まあ、簡単なトラブルには対処できる経験や技術を見つけるきっかけを得ることができることとですね、何よりもこの70型ボクシーという車が必要最低限の DIY をする上でですね、まあ、ハードルが低いということと、まあ、特別な工具を用意しなくてもチャレンジできる場所が多いのと、まあ、最大の魅力はですね、日本車であり、
トヨタ車であり、トヨタ車の中でも定番のミニバンで、まあ、台数も出てるっていうことから、まあ、トラブルに見合われる可能性が低く、耐久性に優れた自動車であるという点が大きな魅力に感じております。まあ、さらにですね、DIY をすることで、車への愛が深まってですね、無理なく自然に車の知識がついてきますので、得るものは大きく、失うものが少ない位置ではないかと、まあ、主観ではありますが、妄想を楽しんでおります。まあ、次、最後の6つ目のね、メリットであり、魅力に感じている部分ですが、ズバリですね、二輪車であるオートバイの楽しみ方が非常に広がるという点ではないかと思っております。まあ、最後にですね、持ってきた6つ目の魅力が最大の魅力であり、もともと乗用車の5ナンバーだった、ボクシーのですね、ボクシーを構造変更して4ナンバー化するまでは、まあ、想像もしていなかった年に1回開催されるですね、井戸光興産さん主催の、まあ、岩手県、宮沢賢治の思い出の場所、で、行われるですね、トライアルの大会なんですけれども、イハタウブトライアル大会への参加とかですね、全国各地のキャンプツーリングなどの思い出を作ることができまして、自走を前提としたバイクでは到底実現できなかった、トランスポーターがあるからこそ実現可能な二輪車の楽しみ方が広がったという実感があります。まあ、楽しいことはもちろんなんですけれども、気持ちもですね、体力も楽ちんで快適という点も見逃せない魅力としてお伝えできればなと思っております。まあ、ざっとですね、お話しさせていただきました。以上6つはですね、私が実際に所有して約3ヶ月弱で5000キロ以上を走行して感じたメリットであり魅力となります。まあ、それではですね、今までメリットに感じる部分についてお話をさせていただきましたが、次はデメリットについてもお話をさせていただきたいと思います。デメリットについてですね、この先長く所有するですね、もっと出てくるかもしれないんですけれども、現時点においてはざっと3つございます。まずですね、前提として今からお伝えするデメリットの定義ですけれども、一般的なデメリットではなく、私個人が妄想する将来構想なども含めてですね、デメリットに感じている部分や気になる点、要望事項など、まあ、多々ですね、含まれますので、こんな考え方もあるんだな程度に聞き流していただければと思います。まずですね、それでは最初にデメリットとして感じている部分なんですけれども、まあ、一つ目はですね、基本的に大人が2人、そしてバイクが2台しか乗せられないため、まあ、将来的にですね、仲間が増えてバイクが増えた場合に対応ができないということですね。バイクの積載だけだったらですね、工夫すれば3台積むことは不可能ではないんですけれども、バイクを3台積んでしまうと最大積載量450キロには満たないものの、まあ、他の荷物がほとんど積載できなくなるということと、何よりもですね、大人が2人しか、物理的に座席が2つしかないので乗車できないというのが一番のデメリットに感じている部分ですね。まあ、現時点でですね、理想的な妄想としてはですね、車体はですね、ボクシートランスモーポーターの今の愛車のままですね、2列目シートをそのまま1列目に移動させて、最前列である、まあ、1列目はですね、3人乗りのベンチシートで、バイクは快適に2台、工夫すれば3台という妄想の中で、最強にコスパが高く満足感が高いプランだと感じております。なのでなんとかですね、今のボクシーの2列目シートもしくは、運転席と助手席の間になんかそのシートをですね、かませて、ベンチシート化して3人乗りで、しかも、自動車税が8000円という維持コストをキープできないかなっていう、妄想を、抱いておりますが、どうなることやらって感じですね。はい。で、二つ目はですね、次に、デメリットというか、まあ、気になってしまうまずい点っていうのはですね、まあ、デメリットっていうことではないかもしれないんですけれども、まあ、物欲がですね、加速してしまうことなんですね。まあ、トランスポーターがない頃はですね、ナンバーを装着して自走できる二輪車が絶対であり必須でしたが、まあ、これまで考えもしなかったですね、競技車両を衝動買いしてしまったり、トランスポーターの装備を充実させようとですね、大容量のディープサイクルバッテリーを買ってしまったりとですね、車中泊グッズを買い揃えたりと、バイクそのもの以外の趣味にかける出費が加速しがちだと思います。まあ、気がつけばですね、ボクシーをもう一台変えたということにはもうなりますので、皆さんもですね、物欲の加速を抑えるテクニックと消費を抑える固い意志が必要だと、感じております。三つ目、まあ、最後、この三つ目のデメリットが、これがですね、実は一番気になる点であり、デメリットと言ってしまっても過言ではない、まあ、今最も気になっている悩みでございます。まあ、ズバリですね、申し上げますと、それは匂いです。匂いと言ってもですね、私の体臭とかではなく、バイクを長時間積載した時に感じる、ガソリンやオイルやタイヤの匂いなんですね。まあ、匂いについてはですね、個人差があると思いますが、私の場合はですね、長距離、長時間の移動が伴う場合は、非常にちょっと気になってしまうんですね。
バイクの積載方法を工夫することで可能な限り匂いを発しない方法はあるとは思いますけれども、積載にその手前時間をですねかけずにパッと積んでですね現地に着いたらすぐに楽しみながら、楽しめるですね、状態が好ましいと思いますので、あまりですね積み込みに手前時間をかけたくないんですよね。で、荷物をですね、キャビンが、物理的にですね、繋がった空間のボクシーではですね、仕方がないものだとね、納得はしていますけれども、心のね、片隅に、キャビンと荷室が物理的に仕切られた4ナンバー貨物車の存在を、妄想し始めた、もう一人の私自身の存在を確認し始めたね、今日この頃でございます。以上ですね、3つの気になる点。特に最後の3つ目の匂いについては非常に気になりつつも、一言で買ってよかったか、今は幸せなのかというふうに問われるとですね、気になる部分はあるものの、私の場合はですね、買って初めての気づき、そして勉強することができて、自分の成長などもね、考慮するとですね、ボクシーを購入してトランスポーター化したことは大正解であり大満足というふうに、思っております。私のですね、周りの友人とか知人からはですね、バイクの趣味だけのためにですね、ボクシーを買ってですね、もともと装備されている、2列目と3列目シートやシートベルトをですね、廃棄して、2名乗車にですね、変更して、普段見かけることがない4ナンバーのボクシーを所有していることで、あいつは普通じゃないとか、周りからは変態的な扱いを受けてしまっておりますけれども、周りからの評価などは気にならないくらいですね、バイクや自動車を乗ったり壊したり直したりという趣味がある人生そのものの深みがね、増したような気がしております。総括しますとですね、匂いが気に入らない方であればですね、トヨタボクシーノアも含めてなんですが、この70型は、購入価格も安く、そして購入後もですね維持費も安くですね、保険も含めた、維持費も安いですし、空間も、たくさんありますので、一押しの1台だと断言いたします。でもですね、1台しか積まないんであれば、K の4ナンバー貨物が最強だということも付け加えておきたいなと思います。最後にですね、私なりにトランスポーターを所持してみて気づいた点、それからメリット、デメリットなどをお話しさせていただきましたが、私自身ですね、トランスポーター所有者としては初心者であってですね、まだ序章でございますので、この先ですね、いろんなトランスポーターを所有しながら自分の人生を振り返った時に、愛車遍歴を妄想しながらお酒を楽しめる大人になりたいと思っておりますので、トランスポーターを所有し、すでに様々な楽しみ方を実現されている方はですね、もちろんのこと、これからトランスポーターを考えたいなと思っている方からはですね、なぜトランスポーターが欲しいと思ったのか、そのきっかけとかですね、欲しいと思ったメーカー、車種、その決め手が何だったのかとかですね、私自身もですね、情報を得て勉強して同じ趣味を持つ仲間としてですね、意見交換、情報交換をさせていただくきっかけになれば最高だなというふうに思いますので、本日は私自身の愛車トヨタ70型ボクシー、5ナンバータイプ G タイプですね、をトランスポーター化してみてですね、感じた率直な意見を情報を発信させていただきました。またですね、新しい動画で車やバイクのことを発信していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。 DIY チャレンジのタカでした。